投資家リバキチャンネルではメンバーを募集してます。応援がてら登録してくれると嬉しいです。メンバーさんが視聴できる限定動画では私の秘密の会サイン店頭銘柄を紹介してます。というわけでこれからももろもろよろしくお願いします。てんてけてん、人口希望の春さんです。本日の日経平均はプラス61ポイントです。ローソク足を見ると下げで始まって陽線で引けたようですね。やはり75日線でリバウンドするんでしょうか。だとしたら本当日経平均強すぎって感じですね。まあ今月は1000ポイントくらい下がってるので換算相場っちゃそうなのかもしれませんが、女心と秋の空と言いますが、女心と夏の相場もよくわからんもんですね。てんてけてん、相場サイクル的にはスリルを通過し含み益に陶酔し始める頃合いだ。まだ7日、もう7日は各自で判断してほしい。米国の経済は予想よりも強いようだ。国内では金利が上昇し過熱相場を冷ましている状況だ。相場サイクルはソフトランディングなどで逆行することもあり、展開を的中することはできない。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていこう。てんてけてん、データを組み込んでいます。気になるニュースを紹介しよう。バフェット氏投資会社4、6月に株式 1.1 兆円売り越し。日経新聞は、まあ、最近の投資家が注目すべきニュースといえばこれでしょう。昔ところジョージの声でアレフというのがいましたが、何かしら似ているのか何なのか私の頭の中では同じ生き物のように認識しています。うさんくさいとことかそういうところが紐づいたりするんでしょうか。このジジイバフェットは間違いなく投資の神であり、投資について学ぶべきことは多いわけですが、投資家なんて生き物はどうしようもない人間性も兼ね備えており、このジジイから相場を学ぶほどに人間の持つピュアなハートを失っていくわけです。私の場合は人間不信になったりとかそういう弊害はありました。4.6 月なんかはまだ買い煽りをしていた頃だと思いますが、 1.1 兆円売り越ししとるわけです。相場を何年もやっているとこんなことは頭で考えなくても理屈でわかるわけですが、初心者のうちは騙されたとか、なんならやっぱり今は売りだとか、こういう風物詩なノイズに右往左往したりするんでしょうか。投資家なんかは自分のことだけ考えてたら成立する自己中心的なゲームです。相場のことなんかは1ミリも考えなくても勝てます。自分だけとの戦いです。相場で一番大事な精神は明鏡止水を保つことです。究極の自己中心的になって自分をケアすることが相場で一番大事なことだといつか気がつきます。相場投資のことなんかは1ミリも考える必要はありません。目に映るものはノイズでしかありません。この動画も相場で一番大事な精神は明鏡止水を保つことです。究極の自己中心的になって自分をケアすることが相場で一番大事なことだといつか気がつきます。バフェットも身勝手の極意を習得しているので常に無意識で言動の先に行っとります。私らが見ているのは残像です。何を言っているのかというとそういうことを言っとるわけです。相場で一番大事な精神は明鏡止水を保つことです。究極の自己中心的になって自分をケアすることが相場で一番大事なことだといつか気がつきます。てんてけてん、ありがとうございます。親愛なる皆さんごきげんよう。パソコンいじくりすぎて設定がぶっ壊れて2日間復旧で時間が解けた投資家リバキです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。てんてけてん、9468かどかは全然関係ない話ですが、今日はアマゾンの Kindle だと無料で自分の本が出版できると知りました。未来の作家になろうかなと、で小説とか書籍で角川が連想されたのでなんとなしにピックアップしました。いろいろと情報が渋滞しますが、さっきの一言コメントでも書いた通り、最近 AI 関連のツールだったりをパソコンにむちゃくちゃ入れてしまったせいか設定がぶっ壊れて私の命綱の Excel が動かなくなっておりました。これ Excel が止まると私の自動売買も機能が半減してしまい、やべえ久々に青ざめてしまったわけです。くくってもチャット GPT に何度聞いても何も解決しなかったので手探
振りでレジストリをいじったり、もう半ば自暴自棄になっていましたが、なんとか根性を出直すことができました。心底疲れた。パソコンの不具合とかって後からしてみればやることなんて数秒で終わるようなことなんですが、そこにたどり着くまでが本当に気が遠くなるような時間と労力を消費してしまいます。その答えにたどり着く前に過半数は諦めてしまうんだろうな、投資も同じだな、とかなんだかよくわからない精神状態で結果往来まで持ち込めた自分を慰めつつも、明日からはまた本を書くという未知の領域でやっていくわけです。なぜそんな面倒くさそうなことをするのかというと、どうにも YouTube は稼ぐためには毎日頻繁に更新しなければならず、さすがにそれは不労所得ではないぞえと、そういう思いに至ったわけです。本なら一回作っちゃえばいいんぜえで、とそういう思いもあるわけです。シリーズものとかにしたら古くても売れるんかな、とかまだ一行も書いてないのに川残業が止まらないわけです。皆さんも作家になってみませんか。 Kindle だと全部無料で世界中に自分の本が売れますよ。角川なんかはよくわかりません。今の精神状態はもうぐっちゃぐちゃですが、相場で一番大事な精神は明鏡止水を保つことです。深呼吸して整え、なければ点てけてん。この銘柄の注目度は 5% です。点てけてん。私は20年間相場を生き抜いており、投資をめちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと、質問、要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。てんてけてん。結果を発表します。23です。最後に本日の相場師ランキングの途中経過報告です。ウロ3のお穴スシペロスシローこと F&LC がマイナス 6.8% と大きく下がり、順位が3位から7位まで転落しています。本日マチューの11時に決算発表しており、第3四半期の連結最終利益は前年同期比 8.1% 増の 56.7 億円に伸びたとのことですが、国内の売上が伸び悩んでるようでネガティブ視されているようです。この決算でこれだけ下がるんか。ということで、超久々にヤフー掲示板を見てみたら、11時くらいのホルダーさんたちの心の叫びがなんだか懐かしく思えてほっこりしました。恐ろしいことに20年以上前によく見たハンドルネームが未だに元気よく投稿してるのも発見して、ヤフー掲示板の魔力も感じることができました。笑い。その他はわりかし順位は変わらずですが、オニール3の北海道電力も大きく下がっており、マイナス幅が広がってる状況です。さて、この中から第2の品川リフラクトリーズは出現するのでしょうか。日経盛り張ってきているので期待しましょう。てんてけてん。毎日超超超暑いので熱中症には気をつけてこまめな水分補給をしましょう。私も適度に休みつつ動画投稿は続けられるよう頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。